はいどうも、こんにちは。どうもどうも、こんにちは。今日も猫との出会いで、遊んでいきます。ついに第2幕か？第2幕です。ハート集めが大変ですね。と、その前に、また新しい家族をゲットしました。名前はなんて言うんだ？名前はタマです。タマか。この子、夫愛だな。それともう一つ。猫人間が人間になりました。マジか。なんで人間になったんだっけ？親密度を上げると、家でも人間になります。なるほど。この状態でいじると、どうなるんだ？やってみよう。あ、猫になった。変身早。じゃあいつも通り、いじり倒します。ちなみに、猫人間にも、服着せれるのか？着せれるぞ。なんか着せてみようぜ。では早速、服着てもらおう。何を着せようかな。メイド服着せてみようぜ。メイド服？いいじゃん別に。別にいいけど。じゃあしょうがないから、メイド服着せましょう。しょうがないからってなんだよ。ところでこのカチューシャ、やっぱりエビの天ぷらみたいだな。それは否定できん。では服を着せたところで、部屋に戻って見てみましょう。おい、女の子が。あ、やべ。ということで、女の子にも服着てもらいました。変わりすぎだろ。イメチェンです。ではストーリーを進めていきましょう。ハート足りんのか？ハート貯めました。ハート50個必要なのか？では第2幕、知り合いです。シンゴロ、もうすぐ始業式よ。持ち物は用意できてるの？これからやるぜ。お土産を持って行ったら、お友達にも分けてあげて。おう。合格通知は入れたの？心配すんな母ちゃん。ちゃんと持ったぜ。うんざりしてるのね。もうすぐおせっかいなママから、解放されますからね。めっちゃ嫌味言うやん。そんなことないよ。ママのおせっかいがなかったら、きっと毎日最高じゃなかった。ママのおせっかいがなかったら、きっと寂しくなるよ。はいはい。手伝うことはある？では荷物整理します。まずは洗面用具を入れよう。洗面用具をトランクに入れていきます。今回は何を入れるか表示されないんだな。だな。でも今回は割と簡単です。あと着替えも忘れないでね。お次は服。これはクローゼットの中。高校卒業したのに制服いるか？うるさい、それは言うな。畳んである服も入れます。実家を出ていくときってワクワクと寂しさがあるよな。なんだ急に。いや、ちょっと思い出しただけだぜ。何を言ってんだこいつは。うるせえってね。最後に帽子を入れます。証明書類を忘れないで。お次は書類を入れます。書類は忘れたらあかん。君は忘れたことあるのか？あるような、ないような。はっきりしろよ。うるせえ。最後の1枚どこだ？モニターのとこじゃねえか？あ、ほんとだ。これで全て完了。母ちゃんとお別れです。元気でな、母ちゃん。元気でな。バストロイナー。言うな。そして無事、トロイバスに乗車です。トロイって言うな。バスで爆睡しております。お、なんか見てるぞ。到着か？まだかよ。歩いた方が早いんじゃねえか？間違いない。お、到着しました。大学だな。なんとか大学です。なんとかってなんだよ。いやだって、漢字読めないじゃん。確かに読めん。そしてお次は、エレベーターに乗ります。荷物多くて大変そうだ。君が持ってあげなさい。え、嫌だ。お前が持ってやれよ。え、嫌だ。お、来たぞ。これは、乗れるのか。あ。言っとくけど、この子は決して太ってない。だな。てか長いんで飛ばします。今度は乗れるようです。よかったな。では乗っちゃいましょう。お次は、なんて汚いの。あなたも503号室の妖精？同じエレベーターに乗るなんて、奇遇だね。私は塩谷美桜。これから4年間、よろしくね。俺はシンゴロだ、よろしくな。よろしくな。嘘でしょ。リアクションでかいな。何かがベッドの上にいる。なんだよそれ。羽ばたく音、ただの、虫でしょ。誰だよ。与田南。てか虫ってなんだよ。これで全員か？この部屋は、3人だけみたい。やったー。空いたベッドは物置にしよう。とりあえず掃除しよう。あとは新入生訓練の集合だって、教官が言ってたよ。え、訓練ってなんだよ。汚すぎる。どうやって掃除すればいいの？うちら今晩ここで寝るの、わかってるよね。虫はどこにいんだよ。向き合いたくない現実だわ。虫どこだよ。うるさい。さ、まずはベッドから片付けよう。取りかかるぜ。では部屋を掃除しましょう。汚すぎだろこれ。これ大学の寮だよな。どんな大学だよ。まあ掃除するか。ひとまず、紙くずとかペットボトルを拾います。この部屋どんだけ使ってなかったんだよ。20年ぐらい使ってなさそう。今度は拭き掃除。汚いところを拭きまくり。掃き掃除もしましょう。
綺麗になってるのかわからんぞ。確かに。なんか雲の巣も張ってるし。雲は嫌いだぞ。お、ビビってるのか？ビビってねえよってね。今度は壊れた株を直します。あれ、まだ拭き掃除が必要だな。雲の巣早く取れよ。わかったよ。だいぶ綺麗になってきました。雲の巣なきゃなんでもいいや。もっとやる気出せよ。次は壁紙を貼って。ノート PC を置いたら、終了。お次は洗面所。切ったねー。これはやばいだろ。やばすぎ。とりあえずブラシで、掃除しまくる。こんな便器見たことねえぞ。同じく。この子、これからこんなとこに住むのか。大変だぜ。俺なら速攻で実家へ帰る。本当に大学のようなのか。心霊スポットじゃないのか。怖いこと言うなよてめ。すまん。続いて、拭き掃除もしまくる。しまくれしまくれ。あとは便器を直す。お、結構綺麗になってきたな。だな。あ、まだ拭いてないとこあった。あとは歯ブラシとか置きまくる。あれ、置けないぞ。何やってんだよ。うるさいな。なんとか洗面所も完了。やばいよ。教官が集合の合図を出してる。教官ってなんだよ。え、まだ掃除が終わってないのに。私もまだ着替えてない。訓練服と靴に着替えなきゃ。さっきもらったばかりで、まだ洗ってもないのに。どうやって着るのよ。日焼け止めでも塗る？どういうこと？さあ。そうだね。ちょっとちょうだい、新五郎。このゴムは忘れないよ。このベルトどうやって止めるの？それとこの帽子、あんまりかぶりたくないな。臭いし。くさー。用意できた。あとどれくらいかかりそう？だからあんた誰だよ。てか軍人かよ。用意終わったの？うん、もう行くよ。あと5分だけ待って。5分だけ。待ちません。お次は。タイミングに合わせて、番号をタップしましょう。てかこれ、軍隊じゃねえかよ。美術とか芸術はどこ行ったんだよ。わからん。大学って混乱するのか？しねえだろ。どんどん早くなってるぞ。あ、ミスった。下手くそ。この子、入る大学間違えたんじゃねえか？絶対間違えたろ。お次は、タイミング見て足踏みです。他の人と左右合わせなきゃいかんのか。だな。ここは長いんで飛ばします。では続いて。なんじゃこれ。これは重心を真ん中に合わせます。左右のボタンでバランス取るのか。その通り。これも長いんで飛ばします。これは地味に辛そうだ。だな。お次は休憩です。新五郎、大丈夫？具合悪いの？貧血で倒れる人もいるから心配だよ。大丈夫。ちょっとお腹が空いただけ。同じく腹減った。昼ご飯少ししか食べてなかったでしょ。食堂のご飯になれなくて。じゃあ今夜は思いっきり食べよう。二人は何がいい？肉。何でもいいよ。じゃあ火鍋にしよう。私は火鍋が食べたい。でも校内に火鍋屋なんてないよ。ちぃー、炊飯器持ってきたから。これで作れるよ。え、炊飯器。わかった。賛成。本場の火鍋を食べてみるか。一度食べたら、忘れられない味だよ。やっと訓練が終わりました。おい、何か食ってんぞ。フランクフルトか？お、猫。猫。猫といえば、猫人間は元気かな。どうだろうな。ってことで、寮に戻ってきました。え、猫。クローゼットから聞こえたぞ。ああ。なんでいるんだよ。バレたらやばいぞ。あ、同居人が来ちゃった。猫の鳴き声がしなかった？はあ、猫を？私も聞こえた。早く猫ちゃんを出しなさい。何もしないから、早く早く。しょうがねえ。見せてやるよ。出てきな、猫人間。かわいい。この子の名前は？ゆうだよ。ゆうくんかな？ゆうちゃんかな？オス猫だよ。うちも猫を飼ってるの。ナナっていう女の子だよ。ちょうどいいから、カップルにしちゃおうよ。猫の気持ちは虫かよ。もしかしたら、女の子が好きなのかもよ。確かに。確かに。はぁ、ナナに会いたくなってきた。ナナを連れてきたかったよ。もうご飯にしよう。お腹すいたわ。確かに。確かに。うん、火鍋。では火鍋です。これがいわゆるピリ辛なのね。そうだよ。全然辛くないでしょ。もう少し辛みを足したいところ。この子辛党か。意外だな。私の地元では、あんまり辛いものは食べないな。どこ出身だっけ？東北。東北といえば米沢牛。水につけてから食べればいいよ。急にどうした？まあ、食べまくろうぜ。だな。
鍋に入れまくるぞ。入れろ入れろ、全部入れろ。ということで残りわずかです。やっぱ鍋はいいよな。体が温まるぜ。冬に食べる鍋は最高すぎる。最高すぎる。この寮の怖い噂を知ってる？なんだよこいつ急に。どんな？お腹いっぱい、私は先に寝るね。南は聞かないの？怖いの？おい、ビビってるか？ビビってねえよてめこの野郎。ホラー系は苦手なんだよな。ちげえよてめ。ちょうど学校の夏休み、寮にいる女子生徒も少なかった。夜中、ある生徒がトイレに行った。トイレは廊下の突き当たり。廊下はとても暗かった。何か聞こえる。背後から何かが追いかけてくる。何かってなんだよ。彼女はふと振り返った。しかし背後には誰もいなかった。彼女はまた歩き始めた。するとまた足音が。足音ってなんだよー。ひぃー、ビビりすぎ。うるせてめ。彼女にどんどん近づいている。何が近づいてんだよー。静かにして。彼女は怖くなった。明かりのついたトイレに向かって走った。この足音お前じゃねえのか。俺じゃねえよ。誰だよー。その音はずっとついてくる。ここはトイレか。扉閉まってるじゃねえか。誰か入ってるのか。ノックしまくるぞ。大丈夫かよ。開けて誰かいたらどうすんだよ。大丈夫だって。お、一番奥のトイレに隠れた。密室じゃねえか。あの音は。彼が一つ目の扉を開け、彼が二つ目の扉を開け、彼が三つ目の扉を開け。やべえ、こっち来ないで。音はようやく止まった。おい、大丈夫か。心臓バクバクだけど。うるせえ。怖くない、怖くない。うるさいな。ここから出してくれ。うるさいな。目が覚めた。えやー、誰だよこのジジイ。誰だよジジイ。以上で階段は終わりだな。お、ひぃビビりすぎ。うるせ。覗き見する変態は見つけ次第ボコボコにする。あいつただの覗きだったのか。変態にビビった気分はどうだ。うるせえてめこの野郎。早く消灯して寝るよ。よし、布団かけてやるぜ。あれ、上までかけれない。何やってんだよ。うるさいな。お、なんか布団が。なんじゃこれ。何？なんだなんだ。ひぃ、一人で寝るのはちょっと怖い。お前かよ。すっごいビビるじゃん。うっせてめえ。電気消すよ。おやすみ、おやすみ。第2幕知り合い終了です。お疲れ。すっごい疲れたでしょ君。疲れてねえよ。次のストーリーは友達です。またハート貯めろよ。貯めまくる。ということで今回はここまで。よかったらチャンネル登録お願いいたします。お願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。